How are you? たこ焼きです。キャラメルちゃんです。ミニーちゃんです。あ、どうも。みんなみんな。どうもこんばんは。お久しぶりです。一応ですね、7時半から予約してるんですよ。あ、はい、ちょっとじゃあ。ちょっと待って。あ、どうも初めまして。どうも初めまして。よろしくお願いします。久しぶりや。覚えてる？覚えてる。楽しみにしとったんだもんね。覚えてる。ちょっとまだ恥ずかしいな。え？おにぎり。おにぎり。おにぎり。あ、鶏肉も来ました。ほんまにこんなんないよ。すごい。すごいこれ。ほんまにこんなんの。すごい。めっちゃすごくない？めっちゃここ焦げていいで、ここ。あ、ほんとや。なるほどね。どうやんねや。あ、確かに熱くないですね。食べますか。じゃあいただきます。冷たいのか。冷たいのか。冷たいのか。待ってるとこ。牛のお肉。あれ美味しいですね。よし、じゃあほら食べれるよこれ。食べとくな。これをこの汁につけて。カイちゃんの家族、レイコ、レイコの。あ、いやいや、大丈夫です、大丈夫です。いや、こんなんあれだ。いやいや、ちょっとお邪魔させていただくんで。いやいやいや、ほんまに。はい、じゃあ、出させてください。お願いします。ですか。ありがとうございます。でも、お世話になってる。いいいいいい。どうね、こんにちは、入る入るよ、お泊まりするって。めっちゃ可愛いよ、ちょうだいそれ。ダメ。入るよ。ダメ。いいよ。ダメ。いいよ。確かに俺やったら全然違いますね。違いますよね、感じが。ん？ここね、昼に来るのとね、夜に来るのではね、全然感じが違う。クモ。
いいね、いいね。そうちゃん。恐竜に夢中。よし、渡りましょう。怖くないよ。いけるこれ。え、いける？滑らんようにな。よし、頑張れ頑張れ。はい。すごいね、準備が始まるよね。暑いじゃろうね、今日。けどキャンプ場行きゃなんとかなると思うよな。まあ川があればね。うん。でキャラメルちゃんね。うん。今日からキャンプが始まって、うん、まず今日は錦町っていうところに泊まるんよ。うん、キャンプ場にね。うん。でその次は秋吉台っていうところに行って。洞窟。あ、そうそう、洞窟があるところだね。でその次が洞窟？四日は？洞窟。で。3日目はちょっと景色のいいところに行こうかなと思ってるけ。じゃけたくさん遊べるよ。うん、楽しみだね。ずっと楽しみにしとったもんね。ね、上で止められるよ。本当だ。止めすぎ。時も去年の行ったよね。1回行った時止めるぐらい。よし、ストップ来ましたよ。とか置いとけよね。よし、じゃあもちゃんありがとう、ちょうだい。ねえ、こっちはね、ぬるいよね。あ、出てきたよ。お、すげえ。どうぞ。ラーメン食べたことないですけど、美味しそうですね。ラーメン美味しい。ちゃんと、なんか、スガキ屋よりしっかりしてた。どうかな。美味しい。よかったよかった。いただきます。はい。これな、美味しい。あねえ、ばあちゃん、喉乾いた。喉乾いた。あ、さっきエビアン買ったね、エビアン。よいしょ。あ、あれがあるんじゃない？なんだっけ？食べるやつ。
冷たそう。足だけにしとってね、最初は。一回あっちのね、向こうまで行ってからね、はい、乗ったら多分勝手に下っていくけ楽しいと思うよ。うわ、浮くすげー、やばっ、いいすげーやばい、楽すぎやろこれライフジャケット神やろみんなちょっと集まって。今からね、あのヤマメ頼んだじゃないですか、ヤマメか魚、はいはいはい、で、死んだ魚をくれるのかと思ったら掴み取りをさせてくれるんだって。そうだよ、魚の掴み取り、あのね、生きとる魚を捕まえさせてくれるんだって。よし、行ってみよう。掴み取り手で、いや、多分手で掴み取りするんだろうね。よっしゃ、行こう。